どかな高原に300年暮らす不老不死の魔女。社畜の私はもういない。素晴らしき第二の人生。彼女のもとに続々やってくる普通じゃない家族たち。我を弟子にしていただけないでしょうか。ママすごい。娘として鼻が高い。高原の魔女さんに助けてほしいんです。こっちは3000年生きとる上級魔族じゃぞ。もう何とでもなれなのだ。姉さんのこと私が死んでも守りますんで。そして始まる家族たちとのとびっきりなスローライフ。しかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです。最初は私は食材じゃないです。誰から高原の神様バージョン。賑やかになりましたね。結婚してるの？変なことを聞くでない。私たちはもう家族なんですから。いただきます。お主らのそばにおると面白いことが起こりそうで楽しいな。家族の多いスローライフもそれはそれでいいんじゃないかな。スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。4月10日土曜放送開始。